東出正広さん再婚したんですよね。どうやら出来婚らしいです。東出正広が子宝にも恵まれ、この土地で子供を育てられるのすごい楽しい。再婚、まあ出来婚、 YouTube チャンネルで再婚することを報告。現在山の中で狩猟生活しながら俳優を続けている東出、ハーレム生活してますよね。女の人3人で、その中の1人らしいですね。モテますよね、やっぱね。奥さん、元々の奥さん、あんだけどね、不倫して、からったエリカさんでしたっけ。今、もうそろそろ始まりますよね、あの、復帰作、極悪女王ですね。ユリアン・レトリバーが主演のネットフリックスで、クラッシュギャルズ、長与千草役ですか。郷里香彩芽がライオネス・アスカ役。チラッと見ましたけど、あの予告をね、もうそのあれ見て、9月から始まるのかな、あれ絶対見たいんだよな。面白そう、めちゃくちゃ面白そうなんですよ。あれ相当カラトエリカさんは評価されると思いますよ。パッと見た感じ、ゴーリキアヤメも評価されると、まあ何よりもユリアンが評価される気が。いや、パッと見がね、カラトさんに見えないんですよ。結構体重増やしてるんで。でしかもプロレス技も結構本格的だったんだよな。ご結婚なされるそうですね。ええ。結婚しようかと思ったのも最近の話。付き合いを始めたのも今年に入ってからだが、地元の人たちみんな知ってていいよ。祝福してくれたよ。冬か春には子供が生まれる予定。それもあって結婚しようと話になった。この土地で子供を育てられるのもすごい楽しみ。こっちに移住して3年経つけど、いろんな人たちが温かく迎えてくれて感謝している。再婚相手は、一時期後輩として現場で知り合ったが、すぐに役者業を辞めた。今彼女は漁師として働きながら桃のバイトや鉄骨屋のバイトで手伝っている。詮索はしてほしくない。今後は一般の人と静かに暮らしたいと。詮索はされますよね。なかなかね、3人とハーレム生活するってのは変わってますからね。ネタになりますよね。しかも山の中でね。結婚相手は松本かりんさんっていう人なんですね。あの3人の中の人、まあ、一番可愛い子ですよ、あの3人の中で。当然だけどね。25歳、松本かりん、目覚まし8にも出てた人。1999年生まれだから24、25かな。立命館でミスコンテストのファイナリストにもなった。ミスユニバースジャパン準グランプリ2018。これね、共演したのが約束のネバーランドなんですね。あ、東出さんも出てたんだ。話題作ですね。これ、あれでしたっけ？浜辺美波さんが出てたやつかな？人気のある漫画ですよね。アニメか。それの実写ってことですよ。撮影後の数年は役者の先輩後輩としてもしてきたようですが、2023年の春に狩猟免許取得のため松本さんが東出さんの県庁に引っ越してきた。で、愛犬を預かってもらったりしてたことで、意識し始めた。当然ちゃ当然ですけどね、あん中で、まあ、世間一般的にはハーレム生活とか一夫多妻制みたいな感じで見られてたけど、やっぱり一人は全員と関係があったのか、それともその一人だけだったのか、ちょっとわかりませんが、やっぱりあん中だったんだなって感じもしますよね。逆にあの3人の中じゃなくて別な人と付き合って結婚したってなると、またそれはそれで問題が発生するような気がしますけどね。ってなんかみんなとはちょっと距離ができちゃう気がするんで、あの一緒に共同生活してる人たちからすると。だからあの共同生活をしてる中の一人って良かったなって逆に思いますけどね。まあ確かにどうでもいい話なのかもしれない。やっぱ思うのは東出さんってモテるなーっていう感じですかね。いつまで経っても狩猟してるぐらいだからやっぱオスのオーラが出るんだろうなって感じがしますよね。肉食系なんでしょうね。僕みたいな陰キャにはね、到底真似できないような人生を送ってて素晴らしいなと思いますが、狩猟しようと思ったことがまずないですよね。可愛いワンコとぬくぬくと部屋の中でぬくぬくとするのが一番幸せだと思ってる僕に、全くあんな過酷な場所で、まあ、そういう面ではやっぱり同じような感覚を持ってる人と出会えたってことは良かったですよね。